スノーマン岩本照&なにわ男子、藤原丈一郎、互いから受けた刺激と豪華差し入れの真相、竹のおかげ、照くんはすごい、恋する敬語24時。1月13日スタートのテレビ朝日系推しドラサタデー、恋する敬語24時、毎週土曜夜11時から、初回拡大スペシャル、で連続ドラマ単独初主演を務めるスノーマンの岩本照と、なにわ男子の藤原丈一郎の取材会がこのほど行われ、撮影現場の様子や互いから受けた刺激などを語った。岩本翔主演、恋する敬語24時、本作は、恋は続くよどこまでも、などラブコメの名手として知られ、ネットフリックス、見たらいけ、炎上する、などミステリアスな作品も生み出している金子ありさが脚本を手掛けるオリジナルドラマ。岩本扮する武骨で超ストイックなボディガード、北沢辰之助が父親殺しの犯人を追いながら、ヒロインの白石麻衣演じる負けず嫌いな弁護士、岸村里奈津を24時間警護する考察系アクションラブコメディー。岩本照&藤原丈一郎、互いから受けた刺激を語るドラマの撮影現場を過ごす中で、お互いを見て学んでいることはありますか？岩本、竹は根っからの明るい子、よく周りが見えてて、スタッフさんとのコミュニケーションをとって笑っている一面を僕は俯瞰で見ることが多いです。なにわ男子の中で年齢的にお兄ちゃんの方だと思うので、そういうところに通じているのかなと思いました。